皆さんこんばんは。こんばんは。こんばんワンズでございます。さあ、本日も始まりましたワンズチャンネル。はい、MC のフジモンです。謎のキノコでございます。はい、久しぶりです。本日はですねワンズチャンネルは私フジモンと謎のキノコさんでですね、はい、お届けさせていただきます。はい、皆さん声はちゃんと届いてますかね。大丈夫ですか。こんばんは。こんばんは、ワンズ。こんばんは、はい、大丈夫かな。はい、それではですね、まずワンズチャンネル初めてですねご覧いただく方のために、ちょっと簡単な紹介をさせていただきたいと思いますので、はい、こちらをどうぞ。はい、では、キノコさんお願いします。はい、ワンズチャンネルとはですね、大阪の日本橋に店舗を構えております PC パーツショップ PC ワンズの公式ユーストリーム放送でございます。はい、毎週木曜日の21時夜のですね21時から放送しておりまして、今話題の旬なパーツですとか、あとおすすめ商品、はいはい、その他各メーカー様のご協力によってですね、あのユーストの僕たち MC ですね、はい、実際にパーツを使ってですね紹介するという番組でございます。はいね、その他にもですねユーザー様からいただいた意見などで、番組の構成をすることもございます。はい、はい、続いてですね、アクセスマップですね、ワンズへのアクセスマップ、こちらどうぞ。はい、はい、それではまず PC ワンズから。はい、PC ワンズは境筋に面しております。はい、ね、ここです。ここです。はい、続きまして、はい、エコワンズは、当店ね、PC ワンズの真裏、真裏にエコワンズがございます。はい、どちらもですね朝の11時から夜の8時までの営業となりますので、はい、ぜひぜひ近くに、寄られた際ですね、店舗の方に足を運んでいただければと思います。はい、そして PC ワンズの外観がこのようになっておりますね。PC ワンズと分かりやすい、分かりやすい。はい、それではですね、まあ、PC ワンズ重大サービスといたしまして、さまざまなサービスこちらですねすべて、無償なんですけども、今回はどれに、どれに、はい、はい、ではまあPC ケース付属電源引き取りサービス、こちらキロコさんにお願いします。例えばですね電源のデザインはいいけども、まあ、ケースの方ですね、デザインはいいけども電源がどうしても大きい容量に変えたいなっていう時に、こちらの PC ケースの付属の電源を引き取りまして、差額でまあ電源を付け替えるという感じになりますので、はい、それケースによってですね値段が若干変わりますので、実際札見てもらってですね、店舗の方でどんぐらいかかるかっていうのを確認していただけたらいいかなと思いますけど。はい、ありがとうございます。はい、では続いてですね、PC ワンズはですねパーツ屋さんになってます。パソコンのパーツいっぱい取り扱ってます。そういったですね、パーツ屋さんならではのフルカスタマイズ PC も受け付けております。ん？ん？はい、いやごめんなさい。はい、まあ、こちらに関しましてはですね、まあ、BTO と言われるですね、パソコンとはまた一味違う、もう一つ一つパーツをお客様自身選んでいただいて、組み立てていただく仕様になっております。はい、こちらについてはですね、店舗ネットともにですね、相談受け付けておりますので、はい、はい、店舗の、はい、際はですね近くのスタッフにちょっと一式組みたいんだけどと言っていただければですね、ご相談に乗らさせていただきます。ネットの方ではですね、まあ、メールの方で、ご不安な点とかございましたら、送っていただければですね、ネットのスタッフがお答えさせていただきますので、よろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、まあ店舗写真こんな感じですけど更新してないので、はい、次いきます。はい、はい、そして、エコワンズですね。はい、エコワンズではどういった商品取り扱ってますか、キノコさん。はい、あ、例えばですね、中古のパーツですね、PC、ちょっと前の世代のものですが、あとスマートフォンが最近増えまして、あとタブレット PC ですね。はい、ちょっと前はソニーのタブレットがあって、そうですね、はい、ここ最近新しいスマートフォンがどん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 入っておりますので、はい、一度足を踏み入れないことにはすみません、内容がちょっとわからないという、うんうん、はい、まあそうですね、最新情報は、はい、まあ毎日ですね、いろいろ買い取りをさせていただいております。そういったパーツですね、掘り出しも見つかるかもしれません。はい、それ以外にもね、新品商品といたしましてはエコな電球 LED 電球ですね、はい、こちらの方も取り扱いしておりますので、はい、LED もね長寿命でね、長寿命で、はい、省エネでってね、いいとこ、いいとこ尽くし、そう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 、それ、はい、ですので、はい、
では、ご案内でもですね、5台サービスを行っております。はい、そしてエコワンズの外観ですね。はい、はい、どんな感じですかね。はい、お見ましたでしょうか。まあ、はい、簡単にですね、ワンズエコワンズの紹介をさせていただきました。ではですね、はい、まあ本日は実際ですね、ちょっと、企画としては違う商品だったんですけども、はい、急遽、はい、まあCFD さんですね、CFD 販売さんが、はい、まあお貸しいただけるということでですね、はい、このパーツをですね、検証させていただきました。おっと、はい、こちら出たばっかじゃん。はい、ギガバイトさんのですね、まあ出たばっかりの GTX670、 そしてこちらはですね、三式極風と書いておりますけども、かっこいいか、はい、リファレンスのモデルじゃなくて、ウィンドホース搭載の、OC の、OC バージョンの670ですね。 OC バージョン、はい、OC バージョンです。リファレンスとは違います。すごいですね。その性能をですね、今回は検証させていただきましたね。マジですか。はい、まあグラフィックボードはね、なんかの基本つねくんが、はい、やってくれるんですけども、今回ですね、つねくん本当にバカンスに行っております。バカンスに行っちゃいました。はい、Facebook でもね、書きましたけど、バカンスに行っておりますので、もう私が急遽、はい、今回グラフィックボードの検証させていただきました。はい、では、このですね670、どういったところの、まあ、変更点があるのかとかですね、ちょっと CFD さんからいただいた資料がありますので、そちらをもとに紹介をさせていただこうと思います。ではこちら、はい、全部英語です。はい、これキノコさんが全部読んでくれる。無理です。さっき無理じゃない、読めるか。はい、分かる人は分かるんでしょうね、おそらく英語は。分かる、分かる、分かんない、一番上ですね、GPU NVIDIA、GeForce GTX670、その隣にですね、英語が書いてありますけども、これはですね、より早く、そして、なんだったっけね、よりスムーズに、ね、スムーズに、はい、そしてより、豊かなですね、ゲーム環境を提供しますといったような意味になっております。で、それに合わせてですね、青い文字書かれてますけども、うん、この辺ですね、はいはい、GPU ブースト、あ、ね、GPU ブーストに、はい、こちらの方が搭載されてます、うん、そして、ブーストクロックのですね、OC、ということですので、まあ、こちら、ね、980MHz のところですね。1ギガ超えて 1058MHz もいけるちょ、はい、すげー、はい、そして、Up to 4 ディスプレイとありますけどもね、このグラフィックボード1枚でね、4画面まで出せますよ。4画面、はい、おお。そして、まあ、先ほどですね、申し上げましたが、ウィンドホース、ウィンドホースギガバイトさんのこの3連ファン、3つのファンです、はい、こちらの、まあ、オリジナルファンを載せたものですよということですね。でそれによってこの、オレンジのところに関しては、はい、ね、パフォーマンスの向上に関して、記載がございます。 GTX670 のリファレンスに関しては 9.8% のアップといったような形ですね。まあ以下同文でございます、ね、一番すごいのはやっぱし、一世代前の570からのねアップが 59%、 59%、 ね、本当にね、そんなに上がってるのかという、でも、ね、分からない。すごいね。はい、そして、まあ、クーダコアは1344機ですね、はい、メモリーは、2ギガ、まあ、もちろんダイレクト10の11、そして OpenGL 4.2 サポートしております。で、必要な消費電力といたしましては一番下にございますが、550W もあれば動きますというようなところなんですけども、まあもうこちらはお客様の環境によってですね異なりますので、あくまで目安として考えてください。はい、続いてですね、こちらの、はい、革新的な技術 UDVGA とありますけどね、はい、これ実はですね、先日大阪のですね、まあ、ナンバーパークスで、NVIDIA のですね、まあ、発表会みたいなのがあったんですけども、その時に実際使われてた資料なんですが、英語だったんですね。あ、なるほど。元は英語で、ちょっと私ですね頑張って訳してみたんですけども、間違いがあると思います。はい、ある訳に関しては間違いがあると思いますが、まあ、その辺は
ね、英語ちょっと苦手な不呪文ですから許してください。すいません。はい、まあ、あの日本製の固体コンデンサを使ってますよというところですね。大手メーカーが製造した日本のコンデンサを使ってるんで、安心してくださいというところと、ね、フェライトコアチョーク使ってますよ。これのおかげで、ね、まあ、あのエネルギーを、ね、蓄えることができて、そしてあの長い間ですね、高い周波数での急速なエネルギー損失を防ぐことができますよと、ね、はい。まあ、その他にも、このあたりですね、2オンスなんちゃらって書いてますけど、はい、はい、まあ、これに関しては、基板のことですね、はい、はい、従来の基板に比べて、あの銅、ね、はい、挟んでますと、です、はい、銅挟んでますので、まあ、パフォーマンスを上げてますよっていうようなことですね。はい、ね、こちらのですね、ロー RDS オンモスフィットっていうのかな、わかんない。あの、まあ、このモスフィットっていうのが何かの像、英語のスペルのですね、頭を取ったものというのをお伺いしたんですけども、これここがね、本当にね、役がちゃんと合ってるのかわからないんですけども、一応高速に、まあ、常にね、高速に流れている電流、この充電放電、この流れに対して、まあ、低い抵抗でね、こう流しますよっていうような、意味で書かれているかと思います、ね、はい、間違いがあったらごめんなさいね、はい、それは言っておきます。そして、まあ、使っているメモリーですねに関しましては 100% テストをしたですね、サムスンハイニックスのメモリーをお約束します、約束と、はい、言ったような形で高品質のね、コンポーネント、優れた耐久性の VGA を提供しますよっていうような、ギガバイト、はい、記載が書かれております。はい、はい、続いて、こちらのウィードホースのですね、テクノロジー、かっこいい、はい、ギガバイトのトライアングルクールテクノロジーと書いてあります。トライアングル、はい、すごいですね。ね、これ何ですかね、ギガバイトのトライアングルクールテクノロジーは独自の三角形構造により従来の線形構造よりもさらに効率的にエアフローを整え、より高度な放熱構造を実現しました、ね、おすごいですね、はい、これにより GPU の発熱を抑えてリファレンスファンと比較しても約 15%、はい、15% の熱極向上を実現して、製品の長寿命化やより安定したオーバークロックを可能としているというね、はい、これがね、一番最初に出たね、三式、ね、曲風と書きました、なるほど、ね、風の流れを極めると、ね、このあたりの四文字熟語は本当は常君が得意なんですけどね、ではい、まあ、ちょっと真似してみました、なるほど、で実際このトライアングルクールテクノロジーがどういったものかっていうのが次の資料にあります。お、はい、すごい、従来のファンシンクより 35.7% も冷却効能を向上しましたと、すごい、こちらの従来のファンシンクっていうのは本当に真っ平らですね、そこをこのような形でね、トライアングルです、トライアングル、ね、こういった形で分けることによってですね、風の流れを良くして冷却性能を上げていると、はい、まあ、その下にはなんか計算式が出て 35.7% と書かれてますけど、おすごいはい、ね、こういった魅力的なグラフィックボード、これはですね、性能を今回は検証してまいりました。はい。はい。ね。すごいですね。三連発。はい、そうですね。で、ですね、まあ先に、今回のですね、検証に関してなんですけども、まあ実はですね、つねくんがバカンスに行く前にですね、一回ちょっとつねくんの、まあ今まで本当にあのグラフィックカードっていうのは、あの召喚の時っていうのはね、常くんのパソコンでやってもらってましたので、はい、まあ、僕のね、環境下でやっても数値が今までと異なるんじゃないかというところで常くんにね持って帰ってもらって、でそれでベンチマークを測ってもらってます。で、それのですね結果をこれからちょっと紹介させていただきますので、はい、はい、では参りましょう、こちらから、はい、はい、GTX670 の性能はというところですね、まずあのモンスターハンターフロンティアの大討伐、こちらのベンチマークを使っております。で、比較させていただいているグラフィックボードに関しましては、今までのワンズチャンネルの放送で使った数値になっております、まあ検証した数値ですね、はい、それをそのまま適用させていただいております。一番上が7970ですね、こちら最新の 12.4 のドライバーなんですけども、
大討伐では 17,040 のスコアが出たと、はい、ね、続いて GTX680、ね、これも先月の頭に検証させていただきましたね。はい、こちらも 18,636 と、うん、気持ち悪い数字やな、はい、まあね、今現時点ではね最強、最強ですね、はい、ね、680シングルではね最強なボードですけども、で、その下にですね今回のギガバイトの 670OC2GD、ね、670、こちらリファレンスじゃないです、今回のギガバイトの商品になります。こちらのスコアが17,590 点と7970を超えてしまったというね。超えてますね。はい。すごい。すごい結果になっております。そして、GTX580、ね、先ほど 49% の開きがあるようなことをね、書かれてたんですけども、本当にね、この数値だけで言ったら、開い、うん、開いてますね。めちゃくちゃ開いてる。ね、4000点以上の差をつけて、はい、GTX580 が 13,360 ですからね。はい、そして GTX560Ti は1万点とちょっとね、1万点とちょっと、そして7870に関しましては14519点というような結果になっております。なるほど。で、このですね、環境なんですけども CPU に関しましては常君のパソコンなので 3DE の CPU になっております。あ、ね、はい、3DE でございます。2011、はい、うん、では続いて、はい、3D マーク11のパフォーマンスですね、これはどなたでも試していただけるお気軽なバージョンですね、はい、はい、こちらでもですね、また似たような結果が出ております。7970が8024点、ね、パフォーマンス8024点出ているところ、 GTX680 は9664点と、ね、もう1万点に近いような数字を叩き出している中で、GTX670GB の商品も9240点と、はい、こちらも7970を大きく突き放しております。そして580に対しても3000点近い数値がね、上がってますね。6489点ですからね GTX、 お、はい、そして560Ti を4723点、7870は6636点と、まあ、この時点で本当にね GTX670 の性能がね本当に高いんだなっていうのが伺えますけども、では、続いてのベンチマークですね、はい、ファイナルファンタジーの14ですね、これのハイで試した、うん、スコアになっております。はい、7970に関しましては 12.4 のドライバーですので、カクカク病が治っておりません、ね、大幅にスコアが落ちてしまった時のまあ、スコアなんですけども4837点と、そして GTX680 はやっぱし強いですね、7224点、はい、はい、そして GTX670 もなんと6000点を超えるね、6643点、はい、そして GTX580 が5553点、 GTX560Ti は4366点、HD7870 は4873点と、ね、もう本当にファイナルファンタジーね、もう全然余裕で動くスペック、余裕ですね、ですね、はい、強いですね、強いです、ね、まあ、ファイナルファンタジーもね、もうすぐまたアップデート、ね、されるみたいで、かなりねガラッと変わるんで、このあたりがまたどうなるかというところなんですけども、それでも十分にねついていける性能だと思います。はい、まあ、ここまでですね、まあ、グラフィックボードゲーム主体で来ております。そして、まあ、続いてなんですけども、はい、つね君得意のねダート2、おー、はい、ね、このダート2がすごいね差の開きようになってしまいました。はい、7907、ごめんなさい、ちなみにこの数値ですね、数値は FPS フレームレートになっておりますんで、はい、お間違いないようにお願いします。はい、7970が 116fps に対して、GTX680 は 101fps ですね。そして注目すべきが670のこのスコア、166fps。 あれ、うん、これ測った常君もねびっくりしてました。なんでやろ、なんででしょうね、本当に難しい、なんかこんなスコアになっちゃったってへーって笑ってましたけど , 笑ってたんや。はい、そして GTX580 に関しては73フレームということでね、もうこの時点で本当に2倍、ね、2倍ですね、うん、で、560Ti はね結構なんか優秀らしくてね、94フレーム、
そして7870が90フレームというような形です。まあごめんなさい、ちょっとおかしいなって書かれてただこのウルトラに関してはですね、小数点ごめんなさい省かせていただいておりますが、まあだいたいこんな感じです。はい、だいたいこんな感じです。そして、最後のですねベンチマークのスコアになります。こちら、はい、シネベンチ、シネベンチのオープン GL ですね。はい、ただねオープン GL 本当に NVIDIA はね苦手です。このあたりはラディオンさんの方がやっぱしね、優秀なんですね。はい、7970が 74.7 フレ、FPS に対して、GTX680 は、54.3 で、670が 51.1、 まあ差の開きがそんなにないんですよね。で、なぜか580、一世代前の方が 53.2、 ちょっとね670より高いと、はい、そして、560Ti も 51.5 とちょっと高いんですよ。何なんでしょう、不思議。はい、そして7870はまた圧巻ですね、 73.4 というような結果になっております。はいね、はい、うん、難しい、はい、まあざーっとですねごめんなさい、本当にざーっとね、ざっくりと常くんのね、取っていただいたベンチマークスコアを見ていただいたんですけども、いかがですか、ここまでで。やっぱり苦手とかあるんだね、やっぱり NVIDIA さんもね。これはねその使うソフトによって違うでしょうし、はい、まあ、ゲームもタイトルとかあと動画の編集ソフトもね、今後対応はドライバー等でしてくれると思うんでね、はい、まあ期待はしてます。期待はしてるということですね、はい、はい、そしてですね、まあこの数値だけで言ったらですね、まあぶっちゃけわけわからんぞとね、フジモン的には思うわけです。はいね、なので、先ほどね、つねくんにベンチマークを測ってもらったと言いましたが、今回つねくんだけじゃなくて、僕もちょっとベンチマークを測ってみました。お、はい、それがね、こちらでございます。ドン、番外編。番外編です。番外編だよ。はい、私の家のパソコンでの性能を見てみようじゃないかと。お、なるほど。はい。でですね、まあ、私の、まあ、構成に関してはもうワンズチャンネルねご覧いただいている皆様はもうご存知の通り、はい、IB ブリッジの 3770K となっております、はい、ね、その、ね、パソコンでどうなのだどうなんねん、うん、というような形でね撮ってきたんですけども、はい、まあ、これが私のね、パソコンなんですけども、後ろやん、うん、後ろちょっとね、はい、まあ、この間フルカスタマイズのね、はい、紹介をしたんで、裏配線ちょっとね見ていただこうかななるほどね、できるって言いたいのね。そう、できるって言いたい、いいな、はい、これは私家のパソコンでですね、自分でちゃんと配線した感じしたものです、はい、で、まあ、正面はこちらになっております。ちょっとねごちゃごちゃごちゃっとした感はあるかもしれませんが、はい、ね、表から見るとこんな感じ。はい、うん、で、まあ、ワンポイントとしてですね、まあ、ハードディスク複数台つけるときにこういった電源のね、こうつながったケーブルっていうのがありますので、それでちょっと僕はスッキリさせております。あ、なるほどね、はい、で、まあ、CPU 周りですね、はい、このクーラーマスターにつきましては X6 というね新しく出た、クーラー、かっこいい、はい、ちょっとね、フェイタリティ、あ、ファタリティのね、ファタリティのマザーに合わせていい感じでしょ、うん、いいなぁ、かっこいい、はい、ただね、これ斜めなんですよ。なので、2枚目、メモリースロットのね、2枚目まで、ファンが来ます。なので、本当にね、このファンを買われる方っていうのは、メモリーの高さね、気をつけてください。そうですね。はい、ちなみにメモリーどこ？ G スキル。お、G スキル、うん。G スキルの1600のメモリー。なるほど。はい、そして、まあ、ね、ちゃんとつけましたよというところで、670。はい。ついてるね。ね、ついてますよね。うん、はい。まあ、こういった形での、あ、出しちゃった。はい。まあ、こんな形なんですけども。はい。では、まあ、私ですね、普段使っているのは、MSI さんのね、GTX470 ツインフローザーになっております。はい。その470、二世代前のグラフィックボードと、今回の670、どう違うのかというところでね。はい。ベンチマーク測ってきましたんで、まあ、こちらご覧ください。ドン。ドン。はい。ね、フジモン PC 対決 GTX470 とございますけどもね。はい。はい、まあ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 、もう、
オレンジが、まあ、当然のことながら670ですね。青が、はい、私の470でございます。残念なことにですね、すべてのスコアにおいて、半分近い差をつけられてしまうというね。わお。はい。2世代開くとね、本当にこんなにスコアが変わっちゃいますね。3D マーク11 エクストリーム。ね、これは、1920の1080の解像度ですね。X3165 っていう数値に対して470は X1461 というね、はい、これも倍です。倍率ドン、ほんま倍率ドンで、さらに倍です、パフォーマンスに関しても、9090点、ね、670が出ているところに対して、私の470は4784点と、これも、約倍、約倍、はい、すごいね。ファイナルファンタジーにつきましては6270点に対して4254点ですので、だいたい 1.5 倍ぐらいかな。はい、で、モンスターハンターの大討伐につきましてはね、もうこれも倍近いですよ。逆倍です ね, ね。あと、ちょっとびっくりしたのが、ファンタジスタオンライン2のね、この17351点に対しての7677点という。すごい、はい、ほんまに対応すごいね、はい、で、あとですね、まあ、普段、ああ、ごめんなさい。前回かな、お客様の声でですね、まあ、GPU-Z を使って温度の、ね、GPU の温度のログを取ってみてよっていうようなね、話がありましたので、はい、今回はね、温度の差の開きも、取ってきました。見れた。はい。おー、すごい。それがこちらですね。はい。すべてにおいて、670の方が冷えると。冷えてますねー。うん、そんなに発熱ないんだ。はい、本当にね、すごい、発熱がない、ね、3D マーク11の時にね、66度に対して、470は78度と、もうこの時点で12度の差の開き。12度はえらいちゃうで、ね、うん、で、パフォーマンスの 3D マーク11に関しても10度、10度、はい、10度です。そしてファイナルファンタジーに関しましては14度、14度も違う、はい、14度も違います。ちょっともう少しアップしますね。で、大討伐につきましては11度、ね、で、なぜか、はい、PSO に関しては20度というなんでそんなに違うの、分かんない、よく分からない、あれというようなね、本当に2世代違うとこんなに発熱も違うんだなっていうようなね、ことが改めて実感できた、すごいね、はい、スコアになっておりますね。あ、なんか GPU 検証もいける、フジモンありがたいですね。ありがたいですね、はい、えらいぞフジモン、12度ありがとうございます、本当にね、まあ、相性良すぎ、うん、確かに相性いいですね、これ、ね、今回、まあ、こんな感じでですね、撮ってきました。なので本当にね、まあ、今ディアブロ3もね、ちょっと前ね、始まりましたけどね、うん、パフォーマンス結構求められる分については非常にねいいんじゃないかと思います、はい、670に関しましては、8ピン6ピンなんでね、はいはい、本当に電力もそんなにいらないのでいいんじゃないかなというようなところでございます。本当はもっともっとね、いろんなベンチマーク取ったんですよ。ほう、何ですかね、ロストプラネット2であるとか、ほいほい、ね、ファイナルファンタ、あ、じゃない、ストリートファイターであるとか、うんうん、いっぱい撮ったんですけども、時間がなくてごめんなさい。いや、まあ、忙しい。まあ、こんな感じで、すみません。忙しかった、ね、うん、はい。ではですね、まあ、こんな感じだったんですけども、いかがでしょうか。ね。いやー、いいね、すごいね。はい。で、今回ですね、まだまだありますね。まあ、つねくんのグラフィックに関してはね、いつも横にひょんと実機を置いてたりするわけなんですけども、ちょっと今回は実機ね用意できなかったので、私せっかくなんでゲームをしてきました。マジでゲームを、はい、何のゲームでしょうかっていうところでですね、まあ、動画を用意してますので、そちらを ご覧いただきたいなとは思うんですけども、少々待ちをっていうところでね、はい、行きましょう。こちら。ね、バットマン、アーカムシティ。How long to the boss gets here? まあ、ちょっとこの辺りはね、僕がボタン操作分かんなくて、適当にこう止まってしまいました。Riley said he saw the bat. これ無駄に670でやってる。アーカムシティ。無駄にっていう言い方がある。Why would he come here? いよいよいよ。結構NVIDIA さんのねグラフィックボードを買ったら、
このバットマンとかね、ついてきてたりしてたんですけど、はい、その時ね、はい、ちゃんとゲームの音声出てますかね、大丈夫ですかね、はい、これね、結構ね、やってみた感じとしては、アクションね、面白いんですよ。こう今敵がね、ピコッなんか攻撃するときに、なんか青いのが出たりすると思うんですけど、その時にちゃんとボタンをね、タイミングよく押せれば、カウンターを食らわせる。本当にね、敵からダメージを食らわせる。敵をガッチャガッチャ倒していく。なるほど。で、まあ、このステージでですね、最後の一人を倒した時には今みたいなアップエースなんでね、はい、ちょっとなかなか憎い演出をしておりますね。まあ、この女の人の名前がちょっと僕覚えてないんですけど、忘れちゃいました。誰かご存知あります？ルビーさんじゃない、ルビーさんじゃない、ルビーさんじゃないな、ルビーさんじゃない、ルビーさんじゃないな。いや違うな。あ、そこね、そこを見てはったんですね。はい。ちょっとこの辺りはなんかのシーン。Wake up, Mr. Wayne. We have much to discuss. Strange. You won't get away with this. これこのゲームのね、序盤です。本当に最初、本当に最初です。This is Vicky Vale reporting live from Arkham City.まあ、これを見てね、面白そうだなと思っていただいた方はですね、 PC 版も出てます。グラフィックボードについてございます。それをゲットしてみていただければ。もう今こうアップになった人が実はそうなんだ。まあ、この人ですよ、この人。はい、おお。バットマンスーツ、ね、かっけえ。バットマンスーツでございますよ、これ、ね、バットマンですね。バットマン変身しちゃいました。 Alfred, I took an encryption key from a tiger guard. I'm going to hack into their communications. すごいね。この時もね、ちょっとね、やり方分かんなくてね、ちょっと手こずったんですよ。そうなんや。そうそうそう。ピコンピコン。レーダーのところにね、ちゃんと矢印を合わせてボタンを押さなきゃいけなかったんですけど、最初意味が分かんない。そうなんや。All units, this is Air Tiger 4.今ご覧いただいているね、今から、ご覧いただいた方のために、これは GTX670 でやったゲームになります。はい、バットマン、アーカムシティですね。あ、でも本当に綺麗ですよね。結構これもね、ついてるのが560以上で、この、ね、ゲームのクーポンがついてたりっていうような形で、結構ね、スペックいるみたいなんですけど、本当にスムーズ。解像度いくつ？これね、ストームでやってるんですけども、解像度がね、ごめんなさい、よくわかんないです。あ、そう、スチーム？やったんですけどね、よくわかんない。設定の音は、おそらく1287-20が多い、大体は。ただ設定変えれると思うんでね、その時に。スチームも初めて使いました。あ、そうやった。で、今こんな風にして飛んでますけど、実はね、ちょっと飛ぶ前に僕死んじゃったんですよ。普通に落ちて死にました。あらら。普通に落ちて死にました。だからそこはね、見せないようにします。あー、殴られた、バットで殴られた、バットマンがバットで殴られた。何を言うぞね。かっこいいですよね。こんな風にしてね、ひょこ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 敵を倒せたら。ないわ、ないわ、言えない。まあ、実際のですね、まあ、結構これね、サクサクと動いているような感じかもしれないんですけども、まあ、実際ゲームでするともうちょっとスローに見えたりすることがあります。はい、なるほど。でも
やっぱりですね、その敵が攻撃するぞっていうところでボタンをヒュッて合わせてね、カウンターを食らわせると、この気持ちよさは本当にやっていただいたら病みつきになると思います。なるほど。じっくり眺めてるね、じっくりじっくり眺めてる。結構頑張りました。ほら倒したね。この最後の一人を倒すときのこの演出にくいですね。お、フィジックスに対応してたっけって言いました。ああ、フィジックスに対応してたかどうか、うん、それは対応、確か対応してるということです。あ、キャットウーマン、あの女の人、キャットウーマンという名前。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。すいません。はい。いかがでしたでしょうか。まあ、ね、ちょっとあの、僕とかね、常くんとかで、やっぱりちょっと違った形でのね、グラフィックボードの紹介ができたんじゃないかなと思います。はい、ね、普段であれば、ちょっとね、バトルフィールドとか持ってくるところだったんですけども、はい、全然進んでないんで、いやもういいじゃん、毎回この画面かよって言われるのも嫌だったんで、いやいやいや、でも動いてるところがね、はい、今回ね、バットマン用意させていただきました。はい、はい、という感じでですね、今回の GTX670GB さんのですね、商品、GV-N670OC-2GDB ですね。はい、まあ、こちらのご紹介は以上とさせていただきます。はい、はい、ではですね、続いてのコーナーに行きたいと思うんですけども、ちょっと待ってくださいね、様子のお説。はい、では続いての、コーナーはこちらでございます。どうぞどうぞ。はい、今が狙い目キャンペーン情報、はい、ということで、ね、サクサクいきましょう。はい、はい、ではですね、今週の火曜日から始まりました、ASUS TECHの P8Z77VLK のキャンペーンですね。はい、P8Z77VLK をご購入いただくと2000円のキャッシュバックをしております。はい、こちら今月末までとなっております。そして明日から始まるキャンペーンがこちら。またまた ASUS ですね、P8B75M のキャンペーン。ね、P8B75M のキャンペーン、これもですね、対象の、はい、マザーをご購入いただくだけで1000円のキャッシュバックと、これは明日から6月の3日までとなっております。はい、期間長い、期間結構長いですね、2週間ちょっと。はい、そして、こちらもですね、まだまだ行っております。はい、ASRock の Z77X79 の CPU バンドルキャンペーンですね。ASRockはいいよ。はい、5月の27日まで2万円以上かのマザーボードを選ばれた方は2000円のキャッシュバック、うん、1万円以上のマザーボードは1000円のキャッシュバック、です。はい、ただ、対応した CPU を同時購入でという、ね、制限ありますので、お間違いないようにお願いします。はい、はい、そしてまたまたギガバイトさんですね、こちらも5月の31日までとなっております。はい、はい、CPU とマザーボードの同時購入で、2000円と1000円のキャッシュバック。はい、対象商品分かれております、ね、このように対象商品分かれております。店頭にもね、こういった型番でしっかりと記載されておりますので、お買い求めの際はですね、こちらの、はい、対象機種を見ていただいてですね、選んでいただければと思います。はい、はい、そして VGA も継続中、はい、こちら先ほどのマザー CPU マザーとの併用可能ですので、 CPU マザー VGA、ね、はい、うん、対象商品買われましたら、合計して最大3000円のキャッシュバックになります、ね。NVIDIA に関しては560以上、はい、Radeon は7750番台以上、ね。これ670は入らないんですかね、はい、入らないですよね、出たばっかの670。あ、入ります、あ、入ります。あの670入るそうです。期間中に発売されたものは全て入るということなので、今回紹介させていただいた670も入ります、入るということで、はい、いいんじゃないでしょうか。そして、AMD FX APU 体感キャンペーンはまだまだやっております。はい、はい、ソケット FM1 対応 CPU とパーツ同時購入です。500円のクーポン券、ね、FX シリーズの CPU とパーツ同時購入で1000円のキャッシュバックとなっております。はい、はい、そして来ました、オレフル、オレフルです。はい、オレフルです。ね、オレフル、このような形で、オレフル求むということでね、
はい、応募いただいた方にはですね、全員に1000円分のクオカードですね、プレゼントしております。これどうやって何だったっけな、はい、ご応募いただいた方1000円分のクオカードですね。はい、さらに、ご応募いただいた中からベストオレフルを決める第1回オレフルグランプリを開催いたします。はい、はい、こちらに関してはですね、本当に豪華商品、優勝者には豪華商品をご用意させていただきますが、そのオレフルをね、確認していただくページといたしまして、Facebook 上、ワンズの Facebook 上でこういったページがございます。すごい、はい、今ね、1,2,3,4,5 名様ですかね。なるほど、はい、5名様ですね。クリックしていただくとね、内容見れるようになってますので、はい、すごいですね。ぜひぜひですね、フルカスタマイズ当店でね、注文された方はもうその時にね、一緒にも応募していただいてはいかがでしょうか。なるほど。はい、そして、買い取りスタドリ強化キャンペーンも継続しておりますが、まもなく終了になります。はい、買い取りスタドリを出していただいて DSP 版 Windows 7のプロフェッショナルかアルティメイト、これはビット数問わずですね、もうご購入される方に限りまして、その時に使える2000円クーポン券をプレゼントしております。そして、新製品買い替え応援フェアといたしまして、下取り期間中、5月の20日受付分までで、買い替えでね、下取りを出されたお客様は査定額が 10% アップ。その他にも500ギガ以上のハードディスクを下取りに出すことによって1台につき500円プラスをさせていただいております。なるほど、はい、てな感じで、はい、はい、ここまで順調に順調に順調に、はい、やっておりますが、がんではね、次のコーナーはこちらです。ドンドン、ワンズチャンス、はい、はい、来ましたね。皆さん楽しみのこの時間、この時間楽しみですね。はい、今回のプレゼントは、はい、きのこさんお願いします。よっ、どんと今日外れます。外は雷雨、そうですね、大阪雷雨ですね。うん、ね、関東の方もね、なんか竜巻注意報みたいなことが出てたんでね、本当にね、ちょっと気をつけていただければなと思うんですけども、まずはもね、はい、いい、はい、ではですね、今回のプレゼントは合計7名様でした。どっちでいきます？監督、カメラ。こっちでいきます？はい。ではですね、まず基本セットを紹介させていただきます。基本セットですね、こちら MSI さんのね、うちわ、みほしあいちゃんね、かわいいですね、みほしあいちゃん、いい、うん、このうちわと、クリアファイルが5セット、ね、5セットもある、はい、5セット、5種類全部それぞれ違います。あ、ほんまや、それぞれ全部違います。その5枚1セットなおかつ、このマウスパッドですね、はい、まずこれが基本セットになります。で、これにですね、ごめんなさい、マザーボードの方は内輪がない、内輪がない、クリアファイルとマウスパッドのみですね。で、1名様ですね、こちらのマザーボード急遽決まりました、プレゼントですね。はい、で、マザーはレビュー必須ですのでね、こちらは当たった方は必ずレビューをしてください。はい、そして、先ほどの内輪とね、クリアファイルとマウスパッドをつけて、なおかつこの MSI さんのね、中はタンブラー、タンブラーです、はい、タンブラーですね、タンブラー、 MSI さんのタンブラー、これをセットにした方が1名様。そしてね、再三木内さんにね、欲しい欲しいって僕言うたんですけどね、はい、こちらの、こちらのね、みほしあいちゃんの書かれてるマグカップと、ップ、基本セットですね、クリアファイル、うちはマウスパッドの1名様、はい、ね、これで3名様ですね。そしてなんと、はい、ね、ゲーム、アサシンクリード、しかもこれ2ですね、2、はい、こちらのディスクが4枚ございますので、はい、先ほどのクリアファイル、うちはマウスパッドに、このゲームをつけた、欲しいと思うよ、ね、
はい、セットで4名様ということで、計7名様。これは欲しい。うん、正直だ、欲しい。ね、面白いと思います。だってね、タッチバットマンの動画を見た人も多分これ同じような感覚で楽しめるんで。そうですね。ちょうどいいかと。うん、で、はい、こちら。クリアファイルは、マザロフって石先全部バラバラだって言ってたよ。はいはい。若干混ざるかもしれない。混ざるかもしれない。あ、若干混ざるかもしれないそうです。ちょっとなんか数の調整がうまくいかなかったみたいです。ごめんなさい。もしかしたら被る方がいるかもしれません。その時にはごめんなさい。許してください。はい。で、今回のこのね、すいません。はい。7種類のね、プレゼント。あ、7名様のプレゼントに対してご応募いただいた方が、こちら。はい。合計ね、51名様となっております。51人も来てありがとうございます。ありがとうございます。すごい。はい。もう定番の方々がですね。G さん使ってる？ん？ん？ G さん？ G さんって何？いや。一番上の一番の方。ああ、GD80G さん使ってます。あ、プレゼントの人かもしれないですね。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。そしてギガ信者様。ギガ信者の人ですね。はい。おー、すごいですね。卵かけご飯がデフォルトです様ね。なるほど。チョッパーですが何か？ほんまにチョッパーですか？サインください。ちょっと待って。あ、違う。違う。あ、違う。はい。ね。MSI モグカップ、カモン様。デビューの期限って何日くらいですか？マザーだと他のパーツ一式するのにお金貯めないといけないんです。すぐじゃボケーとか言わないで様。これは、ね、基本、あんまりね、日にちは決めてないんですけどね。だいたい1ヶ月。だいたい、まあ、1ヶ月ぐらいであげていただければとは思います。はい。はい、そして、どうしてもそれが欲しい様に入りまして、どれが欲しいですか？ね、謎のキノコさん再来希望すげー棒読み様。棒読みしないでよ。で棒読みなんかしないでよ。ね、はい、まあブルースはウイルスじゃなくてウイルス。ウイルスさん。え、ウイルスさん。え、ブルースウイルス。はい。ね。あれ。明太子アットマーク食べ物でごめんなさい様とね、51名の方ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとね、声がおかしくなってきましたけど、うん、大丈夫。はい、では早速抽選行きたいんですけども、あのね、つねくんの場合ね、結構ねメインから行きたがるんで、はい、じゃあ僕はゲームから行きましょう。朝栗ですか？はい、朝栗から行きましょう。マザーボード最後にします。あ、なるほど。はい、マザーボード最後にします。その方が面白いね。はい、で残りのこれは気分で変えます。まずはい、アサシンクリード4名様、キノコさんに回していただきたいと思います。はい、もうキノコさん回してください。いきます。はい、外れた方はキノコさんを恨んでください。ちょっとそんな言わないでくださいよ。まずだ。はい、まずはお一人様出てきました。1個目が、はい、お一人様はよ。お、12番の方ですね。12です。はい、12番、ガッツ様、おめでとうございます。ガッツでゲーム攻略。はい、ガッツでゲーム攻略。ガッツ様、おめでとうございます。2回目にします。はい、2人目、ゲーム2人目。こうですね。はい、ラッキーセブン。デンターク様。デンターク様。デンターク様、おめでとうございます。よし。はい。ゲーム3人目。3人目。はい。こうか。誰だ？お、飛びましたね。36番。はい。卵アットマーク MSI の方から来ました様。おめでとうございます。MSI の方から来たのね。どうも。さあ、ゲーム最後。最後でーす。しっかり回せますよね。はい。ゲーム最後です。お、意外と近い。はい、あ、意外と近かったですね。はい、32番ウーパー0210様。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。さあ、ゲームは終わりました。はい、残すはタンブラー、タンブラーとマグカップと、うん、マザーボード。ね。なんです。まだ、マザー最後って言ったんでね。うん、どっちがいいですか、皆さん。
先から先どっちがいいですか？チャットで、チャットで、さあどっちがいいですか？こっち。はい、ちょっと待ちます。マグカップ、タンブラー、タンブラー行こうぜ、タンブラー、タンブラー、タンブラー多いですね。じゃあもうタンブラーで行きましょう。先、こっち。はい、タンブラー行きましょう。先タンブラー当たる方、また、はい、今のは滑り、え、何違うの？今のは違う、あ、そう、逆に回しても落ちたから関係ない。はい、じゃあタンブラー行きますよ。タンブラー行きます。いいですか？手、手で見えないじゃん。ごめん。はい。はい。タンブラーのセットが当たった方は、8番、バルク電源愛用者様、おめでとうございます。ございます。タンブラーぜひ使って、おめでとうございます。ではね、フジモンも欲しいこのマグカップ、お待ちかね、皆さんお待ちかね、マグカップですよ。非売品ですからね、本当に。木内さんください。いやいやいや、まだ言うか、まだ言うか、まだ言うか。はい、行きましょう。マグカップ大丈夫ですか？皆さん心の準備はいいですか？はい、行きましょう。マグカップ、誰だ、すごい。はい、何、おお、すげえ。ファーストナンバー1番、Z68AGD80G3 使ってます。あっと、ヒゲの大阪人様、おめでとうございます。はい、すごい。これは出ると思わなかった、自分でも。1番が出るとは思わなかった。はい、そしてね、皆さん最後ですよ、今回最後、マザーボード161、急遽ね、木内さんがチャットに参加していただいて決まりました。プレゼントデビュー必須ですよ、皆さんね、お願いします。では行きましょう、最後のマザーボードの方。はい、マザーボードの方、まだですよ、まだですよ、ガラ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 、また出たの？また押しすぎたの？これはカウントなし、もういいんじゃないですか。よし、行きましょう、行きましょう、マザー行きます。トロン、いいよ。はい、27番はどうしてもそれが欲しい様。おめでとうございます。おめでとうございます。はい、決まりました。決まりました ね、合計7名様にね、お届けさせていただきます。はい、ではですね、当選された皆様ね、7名の方にはですね、今度の月曜日、来週月曜日までに、当店のね、スタッフから当選のメールを送らさせていただきます。そのメールにですね、はい、配送先などを返信していただきまして、ね、そこから発送となります。このメールにですね、返信ない場合にはキャンセルとなりますので、よろしくお願いいたします。あと、まあ、どうしてもね、今回のこの商品の中で、まあ、持ってるからいいよとか、ちょっと今回はいいやっていう方いらっしゃいましたらですね、はい、申し出ていただければ、そのプレゼントは翌週に持ち越しになります。はい、というところで。はい。ではですね、こちら。はい。なん。残。ワンズチャンスプレゼント応募受付期間変更のお知らせ。はい。はい。ですね、まあ、ごめんなさい、ちょっとこちら置きますね。これなんですけどもね、ちょっと皆さん、まあ、がっかりされる方もいらっしゃるかもしれないんですけども、ちょっと、いつのね、まあ、お客様からの声が、はい、到着しました。はい、いつもですね、楽しく拝見させていただいております。はい、はい、まあ、最近ですね、ワンズチャンネル見ている中で、まあ、プレゼントを当選される方ね、が、まあ、一定の方じゃないですかというような、まあ、意見が到着しました。で、あと、まあ、どうしてもね、ワンズチャンスに関しては日曜日までというような形で3日間ですか、3日間の、うん、応募期間を設けているんですけども、やっぱし3日間では見れないというような方もいらっしゃると、うん、方もいるんじゃないですかというような形でですね、このあたりどうなんですかというような、はい、ご意見をいただきました。ね、まあ
私どものですね、この番組というのは、ユーザー様、皆様のね、声を聞いてですね、より良い番組にしていきたいという点もございますので、はい、ちょっと今回ですね、その、受付の、変更期間であるとか、まあ、そういったものを見直しさせていただくためにちょっとプレゼントは今回はなしということで、はい、ちょっとね、今日楽しみにされてた方は本当に申し訳ないんですけども、今週の放送分でちょっとプレゼントはなしでというところなんですが、はい、来週プレゼントはご用意させていただきます。来週です。はい、そしてですね、その来週のプレゼントはですね、なんとなんと、はい、CFD 販売様が、はい、にゃ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 を、にゃ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 ですか、はい、なんかまあ、ご用意していただけると、なんか用意する、はい、いうことで本当にね、期待していただいていいプレゼントをご用意させていただきます。でまたそれに伴ってですね、また今週1週間ちょっとそのプレゼントに関して、まあ、社内でもですね、いろいろ議論いたしまして、はい、どうするかというところでですね、また変わりましたら皆様にご報告させていただきますので、はい、来週の放送ですかね、来週の放送で発表させていただきますので、はい、ぜひぜひですね、来週の放送も見ていただければと思います。はい、すみません、はい、ではところでですね、滑り込み商品をちょっといきたいと思います。これね、実は2週にわたってね、紹介したいと思ってた商品なんですけども、ね、紹介ができなかったという、はい、商品ですね。まずは、このですね、3種類ですね。まあ皆さんこれ何か分かりますか、ね、まあパッと見ちゃ分かんねえよっていう感じなんですけども、カシオから、発売されましたテプラのようなものですね。これはこの画面に、自分で文字を書いてですね、それが印刷できると、はい、ね、テプラのように印刷ができると。で、どっちだっけな、これがパソコンにつないでいただいて、文字を出すことができる。テプラのように文字を出すことができる機械。ね、後ろこんな形でテプラね、出せますと。で、もう一機種が、こちらなんですけども、スマートフォン。ね、スマートフォンからパッとプリントできるよっていう、この3種類なんですけども、手書きができる方が8980円。ね、で、パソコンで行うやつが5380円。スマートフォンから、プリントするやつは7180円と、ね、はい、この3種類が入荷しました、はい、ね、商品の陳列場所としてはですね、1回店舗のレジ前に、ちょっと展開させていただいておりますので、興味のある方はですね、ぜひぜひ店舗の方にお越しいただいて、でまた欲しいと思った方はネットで今すぐクリックでお願いいたします。なるほど、はい、続いてこちらですね、はい、こちら、はい、これも面白いアイテムですね、スマートフォンの音楽動画などをパソコン不要でデータ交換できると、ね、マイクロ USB の差し込みの端子と、まあ、USB の端子とね、ついているちょっと変わった USB の商品が入ってきました。お値段1770円ですね。ただ、こちらについてはですね、USB のそのホスト機能がないと使えないので、ちゃんと対応機種は確認してくださいねっていうような注意書きがございます。はい、はい、これ今週入ってきたばっかです。そうですね、今週入ったばっかです、はい、そして、最後ですね、こちらちょっと前からあったんですけども、中華パッドですね、中華パッドの人気商品のオーロラ、ね、Android 4.0 で静電圧方式、はい、で実際ですね、ちょっとごめんなさい、まあ、これこうシュリンクされてるんですけども、触った感想としては本当にね、結構中華パッドなんですけどもスムーズに、うん、動きます。反応も結構いいんでね、人気です。7インチです。ね、こちら 15,980 円でちょっと、まあ、他の中華タブレットに比べると高いんですけども、まあ、静電圧方式で、Android 4.0 であればいいんじゃなかろうかというようなところですね。はい。ってな感じで。ってな感じです。滑り込み商品でございました。あと670もね、5種類今、ありますので。ね、お？今回プレゼント応募がないということは、番組の感想はとりあえずメールアドレスに出せばよいのか。あ、ありが
はい、ありがたいですね。いいえ、そうですね、本当にあの、はい、まあそういったですね、また今回の件でですね、お客様の意見もございましたら、いつものワンズアンダーバーチャンスアットワンズ .jp ですね。ワンズアンダーバーチャンスアットワンズ .jp。こちらの方にですね、まあ、感想なども添えて、送っていただければと思います。本当に、ね、感想はね、毎週毎週。アドレス書いてください。ありがとうございます。ありがとうございます。本当にすいません。もうね、こういったユーザー様、もう本当にね、温かいユーザー様で成り立っている番組なんですけども、はい。はい、まあ、この番組ももっともっとね、いろんな方にも見ていただきたいっていう部分もありますので、そういった部分でもですね、皆様のと一緒にね、番組作っていけたらなと思います。はい。はい、では、今回の提供ですね、紹介させていただきます。はい。はい、提供は MSI コンピュータージャパン株式会社様と、ね、GTX670 お貸しいただきました、うん、CFD 販売株式会社様、はい、本当にご協力ありがとうございます。ありがとうございます、はい、まあ、くどいようですけども、来週ね、CFD さんから驚きのプレゼントが来ますので、ね、驚きですね、はい、ですね、まあ、来週のワンズチャンネルなんですけども、はい、今週放送予定だった、まあ、ちょっとしたアイテムをね、またすいません、私フジモンでやらせていただきます。はい、もう本当にね、常くんがバカンス行ってるんでね。もうバカンス行っちゃいました。ね、まあそんな感じで、はい、来週の放送もね、楽しみにしていただければと思います。はい。きのこさん、最後、何かありますか？いや、もう皆さんね、ぜひともフルカスタマイズをご注文くださいって。もうどんどん言っちゃってください。はい、ね、まあ、ワンズに遊びに来てくださいってところですね。そうですね。はい。では、時間も時間ですね。今週はこの辺で。本日もご来店、なんだなんで、うん、ご視聴いただきましたよ、ね、最後まで、ね、お付き合いいただいて本当にありがとうございます。ありがとうございます。来週もまた見てワンズバイバイ。何言うとね、はい、初めてやな今の、うん、さあみんな自作やってるかい。やってるよ。あった、間違えた。もう毎回合わないんだよね君はね、本当に。何、もういいえ、もういい。どっちねえ、やってるやってる、みんなやってるかい。やってるやってる。やってるやってるのが、うん、CPU にグリスぬりぬりやってるかい。やってる。はい、そんな感じで来週も楽しみにしていただければと思います。本当につれ、もういい加減キノコさん慣れてくださいよね。いやこの振りね、マッシュルームカットって何ですか。マッシュルームカット、キノコカット。マッシュルームカットって何。キノコカット、キノコカット、ね。